さあ始まりました、すみひこのヤバイ帝国。メキシコ行ってきました。浮かれてる。行ってきました。ただいま。ただいま。だいぶ前ですけどね。だいぶ前に帰ってきましたけど。もう薄い薄い。薄くなって、どうですか、メキシコ成分はもう抜けました？抜けてないですよ。抜けてない？はい。私結構な頻度でこれからちょっと紹介するんですけど、はいはい、ある宇宙グッズを持ち歩いてるんですけど、うんうん、あ、そうなんですか。なんかね、体の調子が良くなるんですよ。まさかあれじゃないですか。ん？最後の方で買ったやつじゃないですか。そうそうそう。例のあの、スミさんの、あれですよね、あの、ちょっと、アバンチュール的なやつがあ。ああ、そうですね。アバンチュールはじゃあ、後の方に。はい。なんか、今日はあれですかね。まぁ、ちょっと簡単に、あの、うん、思い出というか、はい、補足的にこういうのがあったよっていうのをちょっと話していければなと思うんですけれど、うん、まずメキシコに何日いたんでしたっけ？ 6 泊9日です。6泊9日。はい、でもちろんメキシコは超オカルト大国、はい、まあ、UFO がよく見えるってことでも有名なので、はいはい、うん、それを探りに行くツアーでした。UFO とあとちょっと心霊、はい、と妖精とか。妖精とか、うん、まあじゃあ1日の日から振り返っていきましょうかね。はい、あ、そっか、あ、飛行機ね。飛行機は12時間でしたっけ。12時間、13時間弱くらいかな。なんか行き12時間で、うん、帰りが14か。うん、行きはもうすっごい長かったんですけど、うん、あのディカプリオのフラワーズ・イン・ザ・なんとかっていうネイティブ・インディアンの映画が、はい、俺それ見てたんですけど、うん、知ってる。それがすぐ寝ちゃうから何回も巻き戻して見てってやって、うん、なんか全然終わんねえなこれって思ったら、うん、よく見たら3時間40分ぐらいあった。そんな長い映画俺見たことないっていうぐらいアラビアのロレンス級の長いやつがたまたまあったから、うん、それ見てるけど俺多分7、8時間ぐらいかかってると思うんだよね。いや、だってさ、うん、最終的に1本しか見てないもんね。うん、そう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 。福田さん。うん。で、あそこのメキシコ、空港なんだっけ、アエロメヒコ、はい。アエロメヒコのスチュワートさんがかっこよかったんだよね。もうなんか。紳士で。あのジローラモみたいな、ね、うんうん、ジローラモをもっと漫画にしたみたいな、こってり具合で、なんか髪の毛とかこんなウェーブでパキって固まってて、すごいなんか、ね、こう、そう、どうですか、どうですか、スミさんあの人割と好きそうだった、好きそうだった、来たーって、そんなだから割と寝てないですよね、息は、そうですね、12時間、スミさんもなんか映画見てたし、はい。うん、つまんなかったな映画で。なんかあれですよね、スミさんの前の中国人のちっちゃいおばさんが開始30分とかでものすごい椅子倒してきて、そうそうそう、まあフルでフルマックスボーンってきてバーンってやってるのにまだギーってそう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 もっとえもっとみたいなどこまで伸びんのこれ前のおばさんが見えるぐらいだったからね。私のこの辺にいたよねもうえみたいな。そうで僕の前はツアーの参加者の女性だったから、はい、全然こうギーってやってこないから、やっぱさすが日本人、人の心の痛みが分かる仲間だとって思ったら、うん、2時間後ぐらいにギーって知り合いでも知り合いでも一緒だったっていうみんなねやっぱ12時間はね、ま、辛いですよね、うん、辛かったみたいで、うんうん、でそこに着きまして、うん、でそこからまたあれですよね、飛行機でもう一軒行ったんですよ。そうそうそう、メキシコシティからグアナファトに行きました。でそこで幽霊が出るっていうお城のホテルに泊まったんですよね、うん、はい、カスティージョ・サンタ・セシリアに泊まりました、はい、これがもう本当要塞みたいな、なんかあの、うん、お城みたいな、まあカスティージョなんで、うんうん、まあ、まさにその名前の通りなんですけど、うん、スミ行くこと行くやばいメキシコ。あ、ああピリピリ、ああめっちゃした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 。静電気でもなく。静電気みたいな。みたいなビリビリってきた。ピリって。
本当に来た。あ、やばい、なんかしびれみたいな感じが出る。こっちに映るでしょ、うん、で今こっちから出して、え、ピリピリまだしてる。こっちから出してこっちから吸ってるんですよ。あ、両方吸える。なにこれ、なにこれ、マジで、え、なにこれ、役に立った。え、すごい、すげえ来る。何をしてるんですか。ちょっとピリッとしますか。すっごい。はい、今日あれですよね、この部屋が、はい、あの今日お昼に聞いた、はい、何でしたっけ、ポパイさん、ポパイさんでした、その名前でしたっけ。そうだった。ロボさんとかね。まあ、とにかく85歳の幽霊を見たおじいさんのこの部屋で出るって言ってた、はい、まあ、なんか声が響くとか言ってましたけど、はい、言ってました。そんな感じあります。いや、今のところなくて、はい、でも目撃者ここでとても多いっていう話だったので、うんうんうん、ここでコックリさんをやってみようかなっていう。今からやってみると、コックリさんはこれが良い、本当に。Si este hotel está embrujado, no, no está embrujado. 例えばですね、私のですね、ここは長く勤めているんですけれども、やはりあのホテルにやってくる皆さんは必ず私にですね、ここは呪われてるのかと、いうふうにですね、よく聞かれます。もちろんこのホテルは呪われていません。いません。Lo que pasa es que como aquí pues se oye mucho ruido en las noches, es que aquí murió mucho minero.でここはですね、夜はですね、非常にですね、静かね、で確かにここではですね、そういった老後を歩く音とかよく聞こえるんですけども、例えば昔はここはですね、まあ、鉱山だったという経緯もあります。Aquí antes era una mina。例えばこの前のところはですね、昔は鉱山だったそうです。Aquí murió mucho minero español y mucho minero mexicano。足んなくなってます。Esta finca es lo que tiene de antigüedad, lo de pura piedra.はい、fue cuando aquí estuvieron los españoles explotando esta mina y misma piedra que sacaban de la mina fueron fincando ellos a su... 実は私あの幽霊ハンターで、そういうカサドーラでファンタスマで幽霊を見たいし、あの映像とかで撮れたら撮りたいんです。どこ行けば一番出ますか。No todos vemos. まあ残念ながらですね。全員が全員必ず見るわけだ。No todos vemos. Muy poca gente ve. Muchos quieren ver y no ven nada. ポロさんのコツを教えてください。Por ejemplo, usted lo vio. Yo hay veces que yo ando así y veo de repente. すごい。Entonces, ¿cuál es la técnica para verlo? Allá abajo hay una explanada. Esa es la.Allá abajo, allá abajo hay unos baños. Yo ya andaba, un día yo andaba allá abajo, como unos 10 años. Y en esos baños, nomás se abren cuando va a haber fiesta. Yo andaba allá abajo, eran las 7 de la mañana. Al transcurso de las 7 de la mañana a las 12 del día, para allá no, nadie había pasado, nadie para allá. Entonces yo vi cuando salió un muchacho, en pleno día, eran las 12 del día. Entonces ese muchacho salió de los baños.Yo no lo vi pasar para adentro. Entonces ya cuando venía él de para acá, yo le iba a preguntar que si era huésped o era visitante. Entonces ya vino conmigo así y no me dio tiempo a nada. Entonces llegando a mí, él me dijo, yo me llamo Francisco y vengo de Pensilvania. Cuando me dijo eso,Yo pensé que era un huésped. Se vino para acá arriba, a las habitaciones. Pensé que era un huésped. Entonces yo me quedé, pues, no me quedé conforme. Y vine a preguntarle a la muchacha que vieran la lista. Ese muchacho que se llama Francisco. Y buscó los papeles en todo y no encontró el nombre ni la ciudad. Fue cuando me di cuenta que era alguien que ya había muerto. Muchos a mí me han dicho que yo tengo un don.De ver y de escuchar, porque no todos ven y ni escuchan. Leen o sea, ¿no? Porque parece que usted tiene la sensibilidad muy
Yo, yo ahorita en la casa donde yo vivo es una casa muy antigua que me dejaron mis antepasados. Y en la noche se oyen muchos ruidos. En todas las casas antiguas así se oye. Aquí en Guanajuato hay muchas casas antiguas que se oyen muchos, muchos fantasmas. Según este el episodio muchas muy, muy, este, muy, este muchos huéspedes a mí me han dicho muchas toda la gente que viene aquí siempre me pregunta yo les digo que pues quede el eco. Puede quedar el eco del día a la habitación. Yo pienso. ¿403 だけなんですか? Pero aparte de eso yo he visto cosas así. すごい。彼が泊まってる。Allá arriba hay tres columnas. En el amarillo. で、黄色のやつ。En el amarillo han visto una muchachita chica. Han visto muchos huéspedes a una niña. Pero esa niña ya no existe. Hay veces que en el día o en la noche, aunque no haga aire, ese amarillo se está moviendo y los otros dos están quietos. Es que como aquí murió mucho minero en la mina, mucho minero mexicano y español. En ese tiempo, en las minas que se caían, ahí los dejaban. ¿Cuántas personas han muerto? No, pues aquí murieron muchos mineros. メキシコの方々って幽霊信じてる人多いんですか？aquí hay gente que no cree porque no ha visto nada。っていう話なんですけど、なぜか、今回のツアーに超強力な霊能者の方がいらっしゃいまして、今手に、気を送っていただいて、マジでビリビリ来てるんですよ。本当に右手に気を送ってもらって、それを左手に移せって言われたら移すことできちゃって両方ピリピリ来て、で3人でコックリさんやるんで、あとの2人にもやってもらったんですけど、2人とも霊感ないのに、全員ピリピリ来てるんですよ。ちょっとその2人も登場してもらって、やる時はもうこれでいきましょう。はい、はい、じゃあこのままオペ始めますみたいな。じゃあお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、私沼田と申します。沼田さん、よろしくお願いします。ゆかりです。ゆかりさん、よろしくお願いします。はい、じゃあ、スミさんの進行に従って、はい、はい、お願いします。はい、とりあえず日本語でやってみます。っていうのも、これまで日本語でコークリさんをやった時に、海外の方が降りてきたことがあったからです。うん、ここに、指を置いて、はい、左手だ。人の左手、はい。で、軽くでいいです、はい。で、押さえ込んじゃうと動かなくなっちゃうんで、はい、軽くいきます。せーの。コークリさん、コークリさん。どうぞおいでください。おいででしたらはいにお進みください。え、どっちそれ。はいはい、お名前を教えてください。え、そう、ロ、ロ、ロかんなんだよね。んで始まる名前はかなり珍しい。ちょっと、おしりとり何がついて終わりみたいな帰っちゃいましたね。もう一回こっかぜ。コックリさん、コックリさん、どうぞおいでください。
おいででしたらハイにお進みください。これまずいかな。同じような場所行くけど、はいじゃないよね。はいじゃない。ロ？違うか。レ。レ？レ、レで止まりました。レオ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 ン、レオン、ここです。ここだ。この場所今レオンってとこに来てるんですよ、ね。はい。でもオが違うけど。違うけど発音いいんじゃないですか。発音いいですね。レオン。男。レオンさんなんか心霊現象起こせないですか。心霊現象起こしてくれないですか。電気消したりとか物音させたりとか。今ちょっと暗くなりました。暗くなりましたね。なんか電気暗くなってる。近くなりました。なった？なった。マジで？どれ？すごい寒い。どれ？これかな。いい家だって。それそれだよね多分。心霊現象を起こしてくれないですか。電気消したりとか物音させたりとか。今ちょっと暗くなりましたね。なんか電気暗くなってる。近くなりました。なった？なった。マジで？はい。どれ？すごい寒い。どれ？これかな。いい家だって。それそれだよね多分。電気消したりとか物音させたりとか。今ちょっと暗くなりました。なんか電気暗くなってる。近くなりました。なった？なった。マジで？はい。どれ？すごい寒い。寒くない？ちょっと寒いです。はい。レオンさん何か心霊現象を起こせるならもうちょっとお願いします。ありがとうございます。ポルファボワール。はい、はい、何か心霊現象を起こせないですか。音でもいいです。静かにしてるんで。私はここの光がめちゃくちゃなんだろう、パチパチしてる。そう、パチパチと強くなってるんですよね、さっきより。その光、光がめちゃくちゃなんか目に痛いぐらいになってる。確かに光ってる。確かに点滅的にはなってる。なってる。ル、はい、ル、はい。ルネオさんありがとうございます。もうちょっと分かりやすくポルファボール。さっきからそこばっか行くよね。うん、うん、すごい明るくない。そうでしょ。めっちゃ明るくなったと思う。そうなんです。すごい痛いぐらいなんです。すごい、めっちゃ明るくなってる。なってる。すごい痛い。これ明るくなるやつなの。すごいすごいすごい。わかんないから正直。これすごい匂いが。ですよね。メラメラしてる。そう。いや割と買ったばっかだから正直わかんないんで。
ただこっちとこっちで明るさ違うよね今、うんうん、あのなんかレオンさんっていう男性がいるんです今。それ多分入ってきて男の人、男の人、うん、確かにこっち側が明るくなったんですよ、うん、電気が、うん、一番初めの失敗の時に、はい、切った、これずっとなってたの、うん、取れてると思う、こんなになってたら、あの、うん、赤い線がバッて言って走った。へえ。三人の手に、今もなってるもんね、うん、さ結構ちっちゃいのが初めからなってて、でちっちゃい時に一人変えられて、その後入ってきてからずっとやってるよねでもね、正直ね、この機材はね、あの撮影用の機材じゃなくて、これが鳴ってる、これが鳴ってると思う、今ずっと鳴ってる、うん、でこれ撮影用の機材じゃなくてアウトドア用の機材なんですよ。だからもしかしたらそういう、正直したらなんかそれ安定性がないとか、うんうん、可能性はあのそのあの撮影用のやつに比べたらなんか安定してないのとかかもしれないから、うん、正直わかんないんですよね。メロメロしてる。でもこんななるかっていう気はする。メロメロしてる。レオンさん、なんかこれそっち側にあるのと比べてどっちが明るいの？ここだけとにかく明るいね、うんうん、そっち側もあんま明るい。あ、でも明るいな。一番こっち側が暗い。まあじゃあ続けてみますか。じゃあ英語の方にしてみる。うん、そっちやってもさ、聞くそこにしか行かないよね。How old are you？ 英語じゃなくて質問を英語にするの。英語の場にするんじゃない。いやでも0、1、2で分かるかなと思って。あ、帰った。あ、年齢聞かれたくない。だからちゃんと英語にしてくれってことなんじゃない。はい、英語にします。ありがとうございました。グラシアース。あ、まあでも今もね、今もなんかずっとなってるからね。焚き火みたいな。いや別にそういう焚き火のようにとかそういうわけではないと思うんだけど、単純に照明としての安定性がどうかが俺には分かんないから。あ、分かりました。こんなになるかな。あのホテルの人にあのその幽霊が出た部屋はどこなんだって聞いて、うんうんうん、そこにじゃあまあ一応撮影しやすいので俺が泊まることになったんですけど、うんうん、めっちゃ現地の人に不思議がられました、うん、なんでそこ泊まりたいの、本当にそこがいいんですかみたいな。403に泊まったんだけど、うん、その、幽霊が出たと、うん、幽霊が出たんでしたっけ、泊まったんでしたっけ、出たんです、出たんですよ、ね、よく見かけられるっていう、うんうん、そういう部屋ですよね、うん、でその部屋だけじゃなくて、うん、結構廊下とかもしょっちゅう幽霊が歩いてるよみたいな話聞いて、うんうん、でなんでそんな幽霊が出るんだみたいなこと聞いたら、うんうん、そもそもそのガナファトって銀鉱の町、あの鉱山がいっぱいあって、で、ね、うん、で銀を掘ってて、はいはいはい、でそれで栄えた町なんですけど、はいはい、その時に事故が多発してたらしくて、なるほどなるほど、でその骨とかも丸々このお城に使われちゃってるんですって、うん、この石に、石の中に入ってる、はい、入ってる、へー、だからそりゃ出るわみたいな。あと地下にも下にも地中にもうたくさんの遺体があるよって、うん、地中にたくさんの遺体がそうそうでもなんかあれですよね、現地の人たちがなんかあの変な成人式みたいな可愛いドレス着て写真撮ったりとかしてたから、うんうん、結婚式とかね、うん、だから現地の人たちは多分まあそれはなんかこうなんていうんですかね、晴れやかな場所として使ってるんでしょうね、うん、まあ映えますもんねかなり、うんうんうん、でもさ夜は結構怖くなかった、この怖かったし、あの何でしたっけ、あの成人が倒れてる像みたいなやつありましたよね、うんうん、女性の成人が、うん、あの辺とかも夜とかこう歩いてたらめちゃめちゃ怖かった、ね、めちゃくちゃ怖かったよね、 あの時なんか2人でナイトクルーズじゃないけど、ね、一周したんですけど、うんうん、なんか謎の小道とか あといろんな部屋がちょっとずつドアが開いてるのなんでっていうランドリーとかさ、適当に鎖じゃらっとかけたんだけとか、そうそうそう、覗けちゃうんだよね、あれが怖かった。
で、まあ、結局僕が泊まったところで、うん、あのじゃあ例のお得意の先生が、はい、こっくりさんをやってみたら、なんかやっぱこっくりさん、なんかこの旅何回かやってるけどさ、はい、言葉全然ダメでしたね。でもはいは行くじゃん。名前を名乗ってってお願いした時に、うん、レオンって出てきたじゃん。ここレオンだったっけ。そうそう、ここの土地の名前なんだよね、うん、へー、うん、だからあーちゃんとその五十音順分かってんだなと思ったけど、うん、でしかも1日目に関してはなんかちょっといた人が何かを感じたりとか、そうツアーのお客さんの中にすごい霊能者がいたんだなんかね、うん、具合が悪くなってバッと出てったりとかして、そうそうそう、しかもなんかそのホテルの中で僕が撮影してたんだけど、その照明がね、うん、なんかその3つ照明置いてたんだよね、こっくりさんのために。う、うん、こっくりさんのやるに従ってなんかこの同じのが3つに分かれてる電気なんですけど、うん、1個だけなんかすごいバチバチなんか強くなったりとか、うんうん、あと点滅だからし始めて、なんかまあ言ってわかるかわかんない、フリッカーみたいな感じになってんだよね。わ、うんうん、かんない。まあその蛍光灯ってすごい点滅してるんですよこれ、うん、だからカメラとかのシャッタースピードによってはこうねチカチカしちゃうんですよ。あ、なんかそんな感じじゃなかった、チカチカしてた。なんか、うん、で、あ、なんか弱くなってきたのかなみたいな。でもあれはなんか強いのがチカチカしてた。そう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 、グワーって明るくなったりとかもして、うん、なんか1本だけ明るくなったのかな、だから壊れたかなって初め思ったよね、うん、そう、うん、で結果的にその後壊れたんですよあれ。あ、壊れたんだ。あの日の翌日か翌々日ぐらいに1個つかなくなった。じゃあやっぱり壊れてたんじゃないの、心霊現象じゃなくて。でもしばらくはついてたんだよ、うん、あ、うん、変だね。でもその、うん、チカチカさせてくださいとかこっくりさんでお願いしてる時にチカチカしたんだよね、うん、なんかやもう本当にやってる時、うん、なんか現象を見せてくださいみたいなことやったらなんかグワーって明るくなったり。だからまあ1日目から不思議はうん、ありましたね。その時だからその能力の強い女性がなんかもうやばい霊がいるとか言って、うん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 、でも私がさっきちょっと自分の手を燃やしたからそれで生贄になって、うん、なんか大体に何かを、あ、要するになんか代わりに何かを犠牲にしなきゃ、身代わり、うん、に私がなったから今これで収まってるみたいなことを言ってましたよね。なんか無意識に手を燃やしてたらしいですよ、うん、その人怖いんだけど、みたいな。で でももしかしたらそれでみんなが助かったのか。そう、本当に。でそれで水ぶくれになってましたもんね、うんうんうん、マジかみたいな、まあ、だから、うん、僕それでその後自分に仕掛けて寝たんですけど、まあ、その中ではあんまりね別に僕が寝返り打つぐらいで、うん、まあ、あれ 1,2 時間ぐらいのやつをちょっとあの写真をインターバル撮影つってこう定期的に撮るやつやったんです。まあ、コマ送りみたいなのでなんか写ってないかなと思ってたんですけど、それはあんまり分かんなかったですね。確かなんか女の子が、そう、女の子の霊がいるっていうってなって、うん、福田さん悲しんでいる、彼女を抱きしめて寝てくださいって言われて、いやちょっと女の子、あんまちっちゃい女の子抱きしめたことないから1日目からちょっとやらかしてましたよね、はい、今日このホテルに泊まらせていただいて本当にあの楽しく、でもあのその女の子が悲しかったみたいで、うん、いいですか、ちょっと吸っちゃう、今すっごい寒気がします。あのここ女の子で、女の子が寂しかったくって、もう今私は泣く寸前なんですけどね、あの寂しかったから今日福田さんあのその女の子と一緒に寝てくださいね。確かに、あの物理的にそうだぞ。
チャンネル登録と高評価をぜひ。よろよろみたいな。